久保さん今回あの Z なんちゃうちょっとあの機種名にしときましょうか僕が今か一応ねまあ、ニュールもあるんですけど買おうとしてるのがあの日本でねあの20台しか作られてないやつがあるんですよ。あのニスもコンプリートの、まあ本当にあのニスも Z チューンってやつなんですけどこれ20台しか作られてないんですよでその1台をその業者さんが今保有してるんですけど まあ僕が売ったとこですね。でこ、まあ、これ、これだったら6000万超えるかなわかんないですけど。で、これ、要は何がしたいのかっていうと、う動画なんですよ。<laughs> 動画。もうだって日本20代しか作られてなくて、しかもシリアルナンバーがあ書いてあるわけですよ。これほんと希少なので、まあまあ売れちゃうかもわかんないですけどね、お金持ってる人がバーンって買っちゃうかもしれないですけど、そう。これね、 めっちゃかっこいいんですよこの Z 中のニスモのやつやばいですねそうなんでまあもし僕が頑張ってね仕事だから頑張ってこれをね5000万から6000万でも買えるようになったらもうあの逆に言うとこれだけであのアクセス取れるかなっていう <laughs> 本当これ持ってる人マジでいないんで20代ですからねで20代の中20代しか保有してなくてね動画取れるの多分僕20人に1人の逸材だと思うんですよ 多分僕ほど動画撮れる人はその20人の中にいないんで。だから、もうこの勝ちだなっていう。もう誰も撮れないじゃないですか。そう。だからまあもっと、じゃこれを買うためにはもっと頑張らないといけないなっていうところで。うん。だからマンダはが、まあ YouTube を攻略すると、裾野っていうかね、いろんな横展開ができますよって話ですね。うん。だからまあ僕、投資よりコスパがいいんじゃないかなと思いますね。0円でできるんで。 まあもちろん車は高いんだけども、でもこの YouTube に関しては0円でできるわけですよ。だから、これを手にした時に得られるものって、YouTube を展開したらもう計り知れないですよね。計り知れないトラフィックを、こう、障害で集められるんで。うん。なんでその、うーん。まあ、YouTube ね。まあ今度 YouTube の商品を売るんですけど、 YouTube はね、YouTube を攻略するっていうのは人生を攻略する方法になっちゃったかなっていう。まあ、なぜならば、やっぱその、まあ、久保さんも言ってましたけども、YouTube っていうのは、なんだろう、世界一の会社が運営してます。でもあなたの勤めてる会社って世界一ですかと。で、僕は世界一の会社が運営してるそのシステムを使ってね、あのまあ、世界一の会社に出社してるようなもんなんですよ。だこれ以上信頼、信用を受ける会社って多分ないと思うんですよね。 多分、多分ないですね。圧倒的な信頼、信用が僕は Google に、僕は、僕はあります。だってこれだけのプラットフォームね、Gmail もね、あの、すごいですよ。Gmail 取るだけで、Google ドライブ無料で15ギガも貸してるし、もういろんなサービス無料じゃないですか。Google マップもそうだし、Google Earth とかもそうだし、これだけを無料で提供できる会社、ありますないですよ。 そこに僕は、まあ、就職はしてないけども、フレキシブルにね、あの別にその、なんだろうなあの、できるわけじゃないですか。だから非常にありがたいなと思いますね。だから世界一の会社に就職する上で、面接もないしね、うーん、な,なんもないですよ。みんなアカウント取れるじゃないですか。もちろん、その広告を入れるんだったら1000人っていうね、ルールはありますけど、それは頑張ればいいだけなんで。うーんだからまあ ちょっと、楽しみですね、これからの展開として。うん。ちょっと3、4の、まあ、そう売れちゃっても、物がなかったらあれですけど、まあ、逆に言うと、高いから売れないっていうところもあるので、高い、高くて、た高く、高く設定してくれてありがとうみたいな、もはやね。<laughs> これ安かったらみんな買っちゃうんで、そう、だから高く、もう、高い、高くしといてくれ。めちゃくちゃ高く、もう1億でもいいよっていうね、もう高くしといてくれっていうね。 まあそれかお金稼げば買えますから。うん。車はね。うん、まあもちろんその、もしオーナーを選ぶんだったら、でも、選んでくれると思いますし、あの取引実績もあるから。うん。はい。ちょっとね、久保さん、また3、4行きますよ。<laughs> この3、4また行きますよ。そう。今度は、頑張って。はい、そう。まあ、ニュル、ニュルか、ニュルか、あの、この、 ニスモの Z チューンですねでもこのニスモの Z チューンは本当に20台しかないのでこれ手に入れたらもういいっすよいろいろ動画撮りまくれますね、はいってらっしゃい